機材いじりをしていたらつい夜更かししてしまいました。寝不足ですか？それはいけません。あちらのベンチに行きましょう。私がマヤさんを膝枕します。それはさすがにご迷惑では。遠慮しないでください。武士は愛見たがいですから。でもやっぱりちょっと恥ずかしいですよ。お気持ちはありがたいですが、そうだ、コーヒー、どこかで一緒にコーヒーを飲みませんか？なるほど、それはいいですね。近くに自販機がないか探してみましょう。